激辛ジョニーです。今日もみんなの推しに火をつけちゃうぞ。イエス、やってきました。芋吉さん、こんにちは。髪の毛どうしたんですか？いや、今さら髪の毛しらじらしいな。登録してないし、まあ、しろよ。今日どこですか？カシシサイ。はい、今日チンカシサイというね、中華料理屋さんに来てます。はい、でこれ見るとね、やばいっすよ、芋吉さん。今日ちょっとね、レベル高そうっすよ。やばくないっすか？で、今回ジョニーが食べるものは、これお店の看板メニューですね。はい、頂点石焼き麻婆刀削麺の時刻から40倍。時刻から、はい、これちょっとね、やばそうです。これね、山椒が入っててね、しびれプラス辛いのと、40倍って想像がつかないな。しかも本場の中華料理だから結構な辛さですね。まあ一品、じゃあ芋吉さん、ちょっとちょい辛の頼んでもらってやりましょうか、今日も。そうですね。はい、じゃあ早速注文しましょうか。すいません、頂点石焼き麻婆刀削麺の地獄から40倍。はい、これ結構辛いですか？結構辛いですね。食べきれない人とかいます？私食べないですね。完食率ってどれぐらいですか？100人頼んで何人食べれるとか。完食できない人いない？ゼロ。ゼロ人？ゼロはあります。そのまてけからとかと、まあ、麻婆刀削麺一つし、ここからいいですね。Yes。 はい、とこの名物の麻婆豆腐、骨の普通で普通麻婆豆腐、はい、普通の、はい、OK、 OK、 OK、 はい、そういうことですよ。じゃあそんな感じでよろしくお願いします。来ましたか？おー、うわ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 、すごいすごいすごい、ちょ、やばいやばい、めっちゃバチバチしてる。うわすごい、やばいやばいやばい、やばい、これうわやば、悪夢だ。匂いやばい、匂いやばいやばい、なんかね、なんかむせる、喉にくる。やばい、録画してなかった。ごめんごめん、そうだろ、本当にマジで。ちょっと待って、録画してなかった。やめてくんない？え、録画撮る、どうしよう、録画してるじゃん。辛い上に熱いからダブルパンチですよ。元気出しましょう。いただきます。いただきます。うわ辛そう。ちょっとちょびっとだけ。はい、じゃあ一斉のせで食べてください。一斉のせ、熱いよ。あー、うまいっす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 けど喉にきますこれ。いただきます。ちょっと、うまい。でも普通にうまいな。400倍、40倍か。40倍、どうですか、芋吉さん。辛い、あ、喉が痛くなる感じ。これどんな食べ方ですか、これは。これはなんかこっちに移すと美味しいっつって。あ、麺として食べる。そうそうそう、刀削麺。なんで刀削麺っていうの。いただきます。うん、うん、うん、うまっ。あ、美味しそう。エビチー頼んだっけ。うん、みんなで食べましょう。食べたい。オアシスです。エビチリ美味しい。食べてないでしょ。美味しい、エビチリ美味しい。食べてないだろ。めっちゃ美味しい。食べる前に美味しいっておかしいだろ。甘そう、甘く感じる、これ。うん、美味しい。うん、多分美味しい。なんか美味しそう、結構。もしかしたら美味しいかも。いや、美味しいっつってんだろ。なんかエビっぽいやつね、エビだもん。え、こっち食べた、こっち食べてみ。いやだ、絶対だ、絶対だ。ちょこっとだけ。いや、これでさえ辛いんだから、うち。辛いの食べんのがあなたの仕事でしょ。どれぐらい辛いかっていうのを体感してほしいですよ。ほんと一舐めでやばい。辛いのうち嫌なんだもん。やだよ。あー、それでもどうなんですか。うわ、これ山椒がすごいじゃん。辛い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 。いや、辛いと思う。うん、最近辛さの耐性がついてきた。あでしょ。なんか昨日ついてるでしょ、そもそもついてるでしょ、この企画参加してる時点で。友達と一緒にご飯食べてて、チキンと唐辛子のなんか商品が来て、でなんか友達が罰ゲームみたいな感じで唐辛子食べさせ合いっこみたいにしてて、二人ともなんか、うわやばいやばいやばいって言ってたけど、なんか試しに食べてみたの別に何があって言っちゃったの。痛
ちゃくちゃ公開してるじゃないですか。そうでしょうね。食べれば食べるほどね、本当に慣れる慣れる慣れる。筋トレと一緒ですよ。50キロのものを持ち上げたら30キロの方が軽いみたいな。あー、まだまだいけるぞと。おいしい。うん、おいしい。その話聞けよ。よし、行きましょう。うん、まあでもこの麺に合いますわ、よくこのどうしよう、うん、この麺にいいですね。いいですね。うん、なんか涼しい。テテルテルテテ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 激辛チャンネルなのに何甘いもの食べてるんですか。激甘チャンネルですよ。自由っすね。うめぇ。ちょっと慣れが生じてきたんじゃないですか。あ、そう、あなた…国大ブームなの。あなたでしょ。いや、僕は変わらずね、チャレンジしてますから。乗せないから。これ乗せないから。乗せないから。ちゃんと今食べるんで、ちょっと黙ってます。腰を振って生きていこうと思う。こんな頭でも生きていけるんだって社会的ごし。だってもう頭だけ見たらやばいもん。ね、なんでそれ、それかっこいいと思ってんの。ね、かっこいいと思ってんの。かっこいい。全然かっこよくないからね。だってもう横の毛さ伸びきってさ。もう飽きたから戻して。ね、もう本当に飽きた。ね、お願い、もう戻して。もうあの頃のジョニーに戻って。はい、おい。おい、やめろ。コンビを言うね。蹴りつけますよ。ボリュームがね、髪の毛に植え付けるエクステアにあれやって、こうにそうやって、どうぞやって、どうぞ。うん、バカ。うめぇ。うまいね。うん、マウント取られてる。ひどいよ、こんなのひどすぎるよ。もうちょっとで終わりますよ。もうちょっとで終わります。はい、終わりますね。あー、あれ目が、やばい。汗が目に入って辛いんですよ、目が。しみる、しみる、しみる、しみる。ね、確かにこれ辛いよね。辛い、ね、あ、これか。口拭いた後にね、目拭くからこれびっちょびちょじゃん。びっちょびちょやん。頭だけいいんや。うん、音も言ってみる。フルーツの匂いでした。うん、うん、うん、よし、じゃあね、残りわずかなんでね、よし、お腹いっぱい食べ終わった。あ、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。どうでした。こっちは普通に美味しかった。本当？そうです。じゃあ辛さレベルで言うと、この40倍辛さレベル8。山椒も入ってね、結構ピリピリしてね、うん、辛さ以上に山椒はきつかった。刀削麺は初めてこの企画で動画で食べたと思うんですけど、美味しいですね。よく麺に絡みついてうまかったです。妹さんどうでしたか。エビチリ多分美味しかった。エビチリの感想聞いてないわ。もうこんな感じで、じゃあこんな感じで、うん、今回ですね、出演していただいたイモキさんのツイッターは概要欄に貼っておきますので、フォローお願いします。お願いします。あと、もしこの挑戦に高評価の方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。イエス、イエス。また明日。ああ、あった。おい、なんだこれ。チャンネル登録。